はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、AFK アリーナの、さっきね、ちょっと1個目は動画撮ったと思うんですが、まあ、即ね、続きから、2回目撮っていこうと思います。ということで、まあ、冒険進めていこうかな。最初のうちはできること少ないみたいなので、こうやってね、サクサクメインの話を進めていきましょう。お、なんか花を咲かせたり炎を飛ばしたり弓を飛ばしたり、なかなか多彩な攻撃が。おー、もうレベルが上がった。ちょっとね、1回目の時ね、音量気持ち BGM 下げてみるか。ちょっとね、iPad の音量を下げちゃうと、俺の声も一緒にちっちゃくなっちゃうから、ゲーム内の音量だけ少し下げてみますと。よし、じゃあ、これでいいかな。まあ、じゃあ続けて進めていこう。装備が変えれるところは、都度変えていこう。失敗はしない。OK。まあ、レベルとかも上げた方がいいのかもしんないけど、誰を育てるかっていうのも含めて、ちょっとつまずくまではね、このまま突き進んでみましょう。まあ、レベル10とかに敵はなってきてるけど、まだ勝ててるのでね。まあ、勝ててるうちはとりあえずこのまま突き進んで、勝てなくなったらちょっとレベルアップをさせていくみたいな感じでいいんじゃないかな。オッケーオッケー。まあ何人かやられてるけど、3人生き残ってれば十分でしょう。これは1の9クリア。これさ、なんだ、ダイヤみたいなの、ダイヤでいいんだね。もらえてるけど、今のところ使いどころないんだよね。まあ進めていこう。まだいけそうかな。なんかね、ちらっとね、このゲーム始める前に、少し YouTube でこのゲームの実況上がってるか見てみたりしたときに、やっぱりね、ガチャがあるみたいだっていうのは分かったんだけど、今のところまだガチャが回せるとこまで進めてないって感じなのかな、俺の場合は。というわけで、まあできればね、今回ちょっとガチャ回せるところまで進んでみたいんですが、ちょっと強そうなのが出てきたな。このままでいけるかな。ちょっとレベル上げた方がいい気もするけど、一回行ってみようか、このまま。おー、やっぱりなんかちょっと強そうな、ボス系の感じの人が出てきたね。ただまあ、こっちも配布の英雄が強いか？これは。どうだ、この花畑の人。おっと、なんか竜が出てきてる。こんなのいた、さっき。大丈夫大丈夫これ。あ、危ない。おー、二人生き残った。オッケー、第一章全ステージクリア。おー、そっかそっか。これで、先へ進めるのか。ブライトキャッスル、突破して、元素の地。エスベリア大陸で気候や地形がここよりも、不思議な場所はない。水は下から上へと流れ。何？やむことなく火山が噴火する。照りつける強い日差しは、瞬時に雷鳴と変わり、数十メートル先では豪雪が降り注ぐ。とんでもない場所だな。
この地へ足を踏み入れるということは常に死と隣り合わせであるということを意味する、かつてこの場所が自然豊かな森林であったことなど今は誰も知らない。ほう、主上のカタストロフは片付けた。早く城内へ向かうのだ。あ、これはちょっとチュートリアルに進展があったみたいな感じ。あれ、何やら不思議な巻物を手に入れたようね。月景館の酒場に行けば使い道を知っている人がいると思うわ。ほう、その巻物、あ、これがガチャか。この巻物はここで英雄を召喚できるみたいね。早速使ってみましょう。これか。1をコモンガチャチケット枚、ん？コモンガチャチケットを1枚じゃないのこれ。まあ、1をね、コモンガチャチケット枚消費して、召喚をしましょう、じゃあ。おー、新たな伝説英雄が我々のチームに加入したようです。カードをタップして誰なのか見てみましょう。お、はい。まあなんか似た系統のタシ、ドリームキーパー。ほー。まあちょっとこれは、長いので、読みませんと、なるほど、このキャラをゲットしたと。もう10枚あるね。これ引いちゃおっか。でもなんか戻れって言ってるから一回戻ろう。でもさ、ガチャこれあれか、あの事前登録どうのってやつ、登録してないよとか言いつつ入ってたんだよねこれ。ガチャ券はデイリークエストの完了やイベントへの参加で、獲得できるということでね。これは回しちゃってもいいのかな。初めての10連ガチャではエリート1体確定。これちょっとレアリティどういう風になってるのかだけ知りたいんだけど。これか、コモン 50%、 レア 43%、 エリート4.6%。 なるほど。じゃあエリートっていうのが一番レアリティ高くて紫のやつなんだ。オッケー。じゃあエリート1体確定で10連引いちゃおっか。10をコモンガチャチケット枚消費してまあこの辺はなんかねちょっと入れ替わっちゃってるみたいだけど、まあ10枚使って10連ガチャしてみましょう。これ1枚確定なの。ゾンビ剣士。なんだこの神経衰弱みたいな感じ。お、レアかな。心優しきタイタン。お、来た。おー、討伐完了、先を急ぐ。なんか剣士っぽいのが、戦、石腕の剣聖。おー、剣術の天才。なるほどね。これは一応レアリティ一番上なのかな。オッケー。これが確定枠なのか、さらにあるのか。なさそうかな。あー、このゾンビ剣士いすぎでしょ。あ、見ちゃった、ゾンビ剣士ね。あ、ここは何もないからもらえないのね。またダイヤもらえるのかと思ったのに。はい、というわけで、これで二人加わったかな、新たに。人を守るために使うのだ。エリートが新たに二人加わったので、これちょっとチームに入れていった方がいいよね、きっと。森を汚す者は許さない。1800とか1700とか、これがあれだとしたら、こっちよりもまあ900台とかだからね、入れ替えちゃった方がいいよねきっと。ただこれあれかな、前衛と後衛っていうのはちゃんと分かれてるというか意味があるのかな。一回全部戻して、お、
陣営相性で 25% 追加。あー、完全にマジバトだな。マジバトだと思えばいいね、これは。はいはいはい、なるほど。ボイドビジター、どの陣営に対しても有利でもなく、また不利でもない。なるほどね。じゃあ、2、4、6、7、7属性あるわけだ。オッケー。とりあえず、じゃあ、エリート3人配置して、あとはこのレベル2のやつと、魔法、炎の魔法のやつと、この3人、あ、この5人で行ってみる？さあ、これ、前衛後衛で、向き不向きがあるのかどうか。あ、これは相性か。これは明治英雄、魔法ダメージで攻撃。職業明治。メインロール継続アタッカー。これあれか。敵、じゃあ、例えば、この剣士の方だと、あ、剣は人を守るために、剣は人を守るために使うのである。相性があって、敏将型英雄、物理ダメージで攻撃する。我が剣技。職業レンジャー。少しでもお嬢様の役に立てる。メインロールアサシン。ほう。こっちは？ねえねえ、私の子守歌聞きたい？メイジ英雄、魔法ダメージ。魔法は光栄の方がいいのかな？ね、サポート、メインロール、コントロール。ほーん。なるほど。じゃあ、こっちは？森を汚す者は許さない。敏将型物理ダメージ、サブロール、デバッファー、継続アタッカー。なるほど。役割がなんかあるっぽいな、やっぱり。ってことは、最初にいたこのおっさんが、力量型英雄、物理ダメージ、サブロール、コントロール、メインロール、タンク。これ、あれだな、前衛はやっぱりこういうやつのがいいのか。なんかみんな光栄向きっぽいね、なんとなく。だとしたら、さっきガチャで引いた中で前衛っぽいやつっているかな。あ、これ前衛っぽい。怖くない。こいつ前衛っぽくない？タンク、そうだね、こいつ。あー、でもどうなんだろうな。ブレイドストーム弾、俺に続け。こいつも前衛っぽいね。踏み、そうか。じゃあちょっとレア度の高いキャラが光栄ばっかり出ちゃって、レアのキャラに前衛がいるのか。これどうなんだろうな。ねえねえ、私の子守歌聞きたい？この戦闘力っぽいやつが高い方が、まあでもそれでも強いのかな。とりあえずこれで行ってみる？あ、っていうかあれか、ちょっと魔法使い強いかなと思ったけど、さすがにじゃあこうしてみるか。あれ、あ、これでいいのか。これなら一応前衛にタンクを置けたので、まあ、役割的にはこっちの方がいいんじゃないか？まあやってみよう。まあこれでね、もうちょっと進めるなら進んでみようかな。あ、眠らせてる。そうか、ちょっとサポート寄りのキャラが多い気がするな、なんとなくね、これ。この、あ、この剣士はどうだったんだろう。よく見てないうちに終わっちゃった気がするけど、なんかイベントにびっくりマークついてる。これか。お、あ、ステージ、クリアステージ。クエスト。召喚をしたからか。メイン。英雄6体獲得する。10体獲得する。1-12クリア。1章の全ステージクリア。お、レベルアップ。VIP0、VIP1。オートバトル追加コインドロップ 5%、 オートバトル追加経験値ドロップ 5%、 1日のクイックバトルが増加、毎日アリーナの無料回数がアップ。
ほう。これは、あ、あれか。なるほど。まあとりあえずもう一回やってみるか。お、なんかすげえごちゃごちゃしててよくわかんないけど眠らせた。そして弓を撃った。おお、全員生き残ってるね。しばらくはこれで勝ち進めるんじゃない。2-4。ほう、これ図鑑にびっくりマークついてんのはどれだ。ああ、この辺のレアのやつか。俺に続け。エピックプラスになってんな。踏み潰してやる。あれでもこの馬のやつレアだったよね。こいつも。あれか、育ててレアリティが上がるタイプか。死の向こうには新たな始まりが待っているのだ。キャプゼロみたいに星を上げれる感じかな。生まれ変われ。はあ、なるほど。オッケー。19分。まだね、フィールドっていうのがちょっと解放されてないので、もうちょっと進めてみるか。2-4に行けば解放されるみたいなんだけど、でもちょっと長くなりすぎてるから区切ってもいいんだよな。ここにびっくりマークついてる。これか。何か受け取れる。あー、なるほど。ガチャが引けるよと。まあちょっとわからん。こっちにもびっくりついてるけど。あー、ボイドパック。タイムセール。通常。月間。はーん。まあこの辺は後で見ときましょう。カバン。あー、またレアガチャが引けると。なんだこいつ。おじいちゃん出てきた。アルドン、大自然の H。 はい、それじゃあどうしようかな。もう一回戦って今回は終わりにしよう。これはなんだ。あー、なるほど。何かバフがかかってるとかを見れるのか。何でバフかかってんのかよくわからんけど。まあ問題なく勝てるね。オッケー。はい、じゃあ今回はまたね、ここでちょっと一旦区切ろうかなと思います。ただね、まだもうちょっと続けようかなとも思ってますが、一旦終わりにします。ありがとうございました。ほい。